ドクターの戦争は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第6シリーズ第7話、2011年6月4日に BBC1 で初放送された。第6シリーズ中盤のフィナーレであり、スティーブン・モファットが脚本を、ピーター・ホワーが監督を担当した。本作は、今まで共に旅をしていた。 エイミー・ポンドが操作されたゲンガーであり、さらにオリジナルのエイミーは遠く離れた宇宙基地で分娩しているという状況が明かされたゲンガーの反乱のクリフハンガーから続く。異星人のタイムトラベラー11代目ドクターとエイミーの夫、ローリー・ウィリアムズは同盟軍を招集してエイミーとその娘メロディー、ポンドの救出に向かう。本作では登場人物、 リバーソングがエイミーとローリーの娘であることが明かされる。リバーの正体は今までトップシークレットとされており、脚本の正しい結末を把握していたのはキャストとスタッフの中でも数人だけであった。本作の冒頭には制作チームにとって能力の試される数多くの場所が登場した。主な舞台はデーモンズランでカーディフの格納庫と軍事施設で撮影された。 ドクターの戦争は、イギリスで757万人の視聴者を獲得し、アプリシエーションインデックスは88を記録した。批評家の反応は広く肯定的であり、本作は2012年、9号賞映像部門短編部門にもノミネートされた。2011年5月28日、ゲンガーの反乱の放送直後に、BBC が、ドクターの戦争の前日談を公開した。 前日間ではドリーウムが二人の首なし修道士と話をしており、彼は修道士の必要とするセキュリティプロトコルの情報が含まれているジュドゥーンの脳を彼らに渡す。ドリーウムは地域の噂話を耳にして修道士の計画を知っていると告げ、ドクターを話題に挙げて彼を怒らせないよう警告した。胸のロゴマークが C ではなく N になっている。 サイバーマン本作に登場したサイバーマンは第2シリーズのサイバーマン襲来、鋼鉄の時代で登場したパラレルワールドの地球ではなく惑星モンダスの出身であることが意図されている。ローリーはローマの100人隊長の鎧をまとっており、これは第5シリーズのパンドリカが開くとビッグバンで初登場したものである。男性の同性夫婦はドクターが 11番目の時間でアトラクシを呼び出したことに言及している。The only water in the forest is the river というフレーズはガンマの森の人間がポンドをリバーに翻訳したことの理由としてリバーが用いているが、これはハウスの罠でイドリスがローリーに告げた言葉でもある。第7シリーズのダーレク収容所ではデーモンズランデの出来事によりエイミーが妊娠できなくなっていたことが明かされる。 スティーブン・モファットは、リバーソングの正体を明かし、ドクターに軍隊を結成する力をあることを示すため、本作を執筆した。ドクターの戦争は、第6シリーズの第7話かつ、ドクター風の第777エピソードでもあるが、制作チームがそれに気づいたのは撮影後のことであった。本作のアイディアは、筆頭客本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットが、 典型的な平和主義者であるドクターが軍隊を結成するのに十分なほど起こることができるかを考えたことに橋を発する。首なし修道士は第5シリーズ天使の時間で初めて言及されており、天使の時間に登場した博物館デディリウムアーカイブが修道院に似た様相を呈していることの説明のために脚本に加えられていた。天使の時間と肉体と 石には同様の武装生殖者体も登場している。モファットはドクター風における数多くの軍隊は宗教的な起源を持っているらしいと主張した。英語のドクターという単語がドクターに由来しているという可能性は1995年にユースネットでモファットが提唱していた。モファットはリバーソングの暴露を長きにわたって計画していた。彼はエイミーというキャラクターを考案した際、 リバーとのつながりを作るために、ポンドという名字を選んでいた。モファットは疑問と同じくらい複雑な答えを意図していた。彼は第5シリーズの終わりにアレックス・キングストンにリバーソングの秘密を教え、外部に漏らすことを許さなかった。主演であるマット・スミスとカレン・ギラン及びアーサー・ダー・ビルはリバーの正体に気づいていなかった。リバーの正体はトップシークレットとされていた。 台本の読み合わせでは嘘の結末が用意され本物の台本が渡されたのは数人のみであった。本作では複数の脇役が再登場を果たした。ドリーウムはパンドリカが開く、ヘンリー・アベリーとトビー・アベリーはセーレーンの呪い、スピットファイアのパイロットのダニー・ボーイはダーレクの勝利から仮面を出演した。モファットはジャック・ハークネス役でジョン・バローマンを カメを出演させる計画だったが、バローマンが秘密情報部トーチウッド第4シリーズの撮影で多忙だったため実現しなかった。もともと本作には、囚われの歌と火星の水を呼び、字の割に登場したウードシグマも再登場する予定であったが、最終版からは削除された。ウードの制作として、ラッセル・ティ・デイビスの名前がまだクレジットされていた。 ドクターの戦争は2011年1月中旬に撮影が開始された。本作の冒頭では様々な舞台が登場し制作チームに困難さをもたらした。カーディフの路地はバストラの登場シーン用にビクトリア朝時代の道に見えるように改装され、同じくカーディフのホテルバーはドリームのナイトクラブに使用された。デーモンズランはカーディフの格納庫と 軍事施設で撮影され、宇宙船のような感覚を醸し出すために、スチームが加えられた。聖職者の軍隊は、視覚効果により実際よりも大規模なものとなった。エイミーが確保されていた部屋には、ドクターからの招待状、静かなる侵略者で、大統領執務室に使用されたセットと同じものが、使用された。赤ん坊のメロディーポンドは、双子が演じ、 交代で休憩するという一般的な手法が採用された。双子は生後3ヶ月であった。ギランとダービルは赤ん坊を抱くことに対して緊張していたが、彼ら自身の演技にプラスになっていると感じた。ギラン曰く本作では、エイミーの違う側面が描かれ、女性視聴者は共感するだろうと彼女は考えた。首なし修道士はスタントマンが演じており、俳優たちは、 修道士との戦いにおいて、即興で自由に振り付けすることができた。首なし修道士の風土が挙げられる場面では、普通の修道士役の演者よりも背の低い俳優に、ショルダーピースを装着して撮影された。ソンターランの司令官ストラックスを演じる、ダンスターキーは、侵略前夜、死に追われた星と、字の終わりでもソンターラン役で出演していた。サイルリアンの戦士バストラ役を演じる、 ネイブ・マッキントッシュは、ハングリーアース、冷血で同じくサイルリアンのアライアとレスタックを演じていた。スターキーとマッキントッシュの両者とも、高価な特殊メイクとソーシン具を施した。ドクターの戦争は、イギリスにおいては、BBC1 と BBCHD で2011年6月4日、アメリカ合衆国では、BBC アメリカで2011年6月11日に、初放送された。 イギリスでの当夜の視聴者数は550万人に達し、ゲンガーの反乱を50万人上回ってその夜の番組では第6位に位置づけられた。視聴者数の最終合計値は757万人に達し、番組視聴選挙率は31%を記録した。アプリシエーションインデックスは88を達成し、これは放送当時における第6シリーズで最高値であった。 日本ではドクターフーニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まりドクターの戦争は8月25日午後10時から放送された。なお、同日午後11時5分からは次話ヒトラーを殺そうが放送された。ドクターの戦争は一般に肯定的にレビューされた。 マットリズレイは本作を10点満点で9点と評価し、素晴らしく限界を突破したスタンドプレイなプレクレジットのテーザーで幕を開け、そこから全く静まらないシリーズ中盤の雄大なフィナーレだと表現した。彼は総監さとキャラクターの掘り下げを称賛したが、奇妙な大急ぎのシーン、忘れても良いような脇役、そして、 首なし修道士を印象的なものにする機会がないことなどがある程度あったとも感じた。SFX のデイブ・ゴールダーはドクターの戦争に5つ星中星3つをつけ本作が第6シリーズを救ったと述べた。彼は大胆で自信満ちている殺草とした物語や陽気なセリフや出演者のアット数の上がる演技を称賛したが首なし修道士や 終盤の戦いの演出にはより批判的であった。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは本作を気に入り、クリフハンガーを称賛し、エピソードの複雑性ゆえに、人々が番組に引き込まれてよく考えるようになると感じた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは、本作は良いものであるが、悪役の重要な背景となる動機が欠けていると述べた。また、フラーは、 リバーソングがエイミーの娘の成長後の姿であるという暴露についておそらくすぐに次の数話で洗い流されてしまうシリーズに居心地悪く居座っている物語の意図だろうと述べた。しかし彼はマット・スミスの演技を絶賛し、ここ数週間でマット・スミスのドクターは広く歓迎されるシリアスな文脈に追いついてきた。それでいて明るい面も残している。 リブアーの真実に気づいた時の彼の気まずい演技は現実味があると高く評価した。ガーディアン氏のダン・マーティンは本作をあまり気に入っておらず、本作にも愛すべき点は多々あるとした上で、クリフハンガーを多用する制作に対し不満を口にした。本作のペースが速く説明もあまり多くなかったことから、彼は女性兵士、ローナ・バケットと宗教の感動的なつながりを一切、 感じなかった。フラーと違い、マーティンは、スミスの演技を気に入っておらず、戦いで何も起こらなかったことは、私たちが聞いたドクターのダークサイドが全く見られないということだと批判し、スミスの前人であるデイビッド・テナントが、毎週のように怒りをあらわにしていたことも指摘した。マーティンは、本作の最後の暴露を称賛し、エイミーが赤ちゃんをメロディーと呼んでから、 簡単に見えないように最初から隠されていたと、前置きしたものの、メロディーとリバーを結びつけることができず驚いたと述べた。後にマーテインは、当時未放送の、ドクター最後の日を除いた第6シリーズにおいて、本作を2番目に悪いエピソードに位置付けた。本作は2012年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。受賞は、ニール・ゲーマンによるエピソード、 ハウスの罠に譲ることとなった。本作で初登場した19世紀の探偵サイルリアンのマダム、バストラと彼女のアシスタントである、ジェニー・フリントはファンの間で極めて人気が高く、数多くのフォーラムや SFX が BBC にスピンオフシリーズの制作を求めている。インタビューでもファットは、スピンオフを制作する時間はないがキャラクターが再登場する可能性はある。 と主張した。バストラとジェニー及びよみがえったストラックスは第7シリーズで複数回の登場を果たし、2019年にはビッグフィニッシュのオーディオスピンオフシリーズも制作された。ありがとうございます。